電気がつけてあります。電気が消してあります。ポスターが貼ってあります。本が並べてあります。ドアが開けてあります。窓が閉めてあります。木が植えてあります。写真は棚にしまってあります。 本はあそこに置いてあります。日本に行く前にコートを買っておきます。子供が生まれる前に名前を決めておきます。会議が終わったら椅子を片付けておきます。食事が終わったら皿を洗っておきます。テレビが終わったら掃除しておきます。 花はそこに置いておきます。ミーティングがありますからそのままにしておきます。授業が終わっても電気をつけておきます。日本に行く前にいろいろ準備しておきます。ハサミは引き出しの中に入れてあります。ビールは冷蔵庫の中に入れてあります。 まだ使うからそのままにしておいてください。もう少し勉強するから電気はつけておいて。牛乳を買っておいて。明日までに全部やっておいてください。荷物をまとめておいてください。授業の前に予習しておく。授業が終わったら復習しておく。 部屋の隅にゴミ箱を置いておいてください。何を買ったらいいですか電気がつけてあるから誰かいると思います。エアコンが消してあったらつけておいてください。壁に鏡がかけてある。日本に行く前に買うものを決めておきます。日本で買うものは決めてあります。 真ん中に貼っておいてください。絵が飾ってある部屋に住みたいです。クラスに日本のカレンダーが貼ってある。使ったら片付けておいて。日本に行く前に何をしておいたらいいですか終わったらしまっといて。